ゲームスタート。ようこそエターナルウィングスへ。それではゲームデータをサクッとロードします。どのデータをロードしますか？はい、ロード完了。それじゃあ今回もよろしくね。モードセレクト。シナリオモードだ。あ、おかえりなさい。それじゃシナリオモードを再開するわね。どのシナリオデータをロードする？あれ？はい、ロード完了。それじゃ、いってらっしゃい。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。お前は確か…おお、ビクトリーズじゃねえか。なんだ、お前も参加者だったのか。それはこっちのセリフ。なんだボルゾイのやつ、ビクトリーズにまで招待状ばらまいてたのか。ボルゾイ？あれ、なんだ知らないの？プロフェッサーボルゾイ。知らん、誰だ？ボルゾイレーシングスクールの親玉。遅いマシンは人のだろうが自分のだろうが関係なくぶっ壊そうとするとんでもねえじじいさ。ほう。そんなことよかさ、早くレースしようぜ。まさかビクトリーズが来てるなんて思ってもみなかったしさ。こりゃわざわざこんなとこまで来た甲斐があったぜ。楽しみが増えたよ。楽しみか、余裕だな。まあね、ほら俺って世界一だから。やっぱり似てるな。え、なんか言った？いや、しかし悪いな、初戦で楽しみを奪うことになってしまってな。あ、いやいや、こっちこそ申し訳ない。お前もこんな遠くまで来たのに、たった一回レースしただけでおしまいなんだもんな。自信だけは世界一というわけか。自信だけかどうかはレースしてみればわかること。さあ早くやろうぜ。そうだな、俺もこんなところでくだらない長話をしてる暇はない。始めるか。そうそう、そこなくちゃ。お前のマシンも確か高速仕様のマシンだったな。ちょうどいい、ネオトライダガーの調整役になってもらうぞ。望むところさ。飛行場での借り、ビッシュをつけて返してやるぜ。
確かに早かったが、俺のトライダガーと初戦で当たったのは運がなかったな。悪く思うな。俺はこんなところで負けるわけにはいかないんだ。だがいい調整にはなった。礼を言うぞ。チェ、礼なんかどうだっていいさ。また俺と勝負してくれればな。ああ、約束する。それじゃな。絶対だからな。とは言うものの、チキショウ、こんなとこで負けたらレッツヤのやつになんて言われるかわからないぞ。とほほ。まさかこんな早くにお前に出会うとはな。リョウ君、この大会やっぱりおかしくないかい？はあ、お前も気づいてたか。うん、やっぱり罠なのかもしれない。みんなに知らせた方がいいかも。ああ、そうかもしれない。だが今はそんなことはどうだっていいさ。え？たとえ罠だろうが、俺は早いやつと戦えればそれでいい。リョウ君、俺にとっては先のことより今ここでお前を倒せるかどうかの方が重要だ。罠かどうかは勝ち進んでいけば分かることだからな。ジェイ、お前もここで俺と会った以上、俺を倒さなければ先に進めないことは分かっているはずだ。どうせこれが終わったら俺たちはまたビクトリーズの仲間に戻る。せっかくのチャンスだ。こんな時まで遠慮する必要はない、ジェイ。そうだね、僕もこんなところで消えるわけにはいかない。罠かどうかは勝ち進んで見極めるよ。悪いけど今は敵同士、本気で行かせてもらうよ、リョウ君。エボリューションの力は十分分かっている。俺も手加減するつもりはない。全力で勝負だ、ジェイ。だね、乾杯だよ。いや、運が良かった。正直
俺のトライダガーがお前のエボリューションに勝てる確率は五分五分だと思っていたからな。ありがとう。そんなに気を使ってくれなくても大丈夫だよ。別に気なんか使ってない。本当のことを言っただけだ。ネオトライダガー調子いいみたいだね。ああ、このまま最後まで勝ち進んでやるさ。まだ先は長いと思う。頑張ってね。任しておけ。お前の分まで走ってきてやる。うん、期待してるよ。見ない顔だな。誰だ。私の名はマリナ。お前ビクトリーズの高場亮だろ。パパが昔その名前を口にしてたよ。まさかこんなところで会えるとはね。パパ、それがあんたのマシンか。なるほど、確かに面白そうだ。倒しがいがありそうだよ。お前が誰だか知らんが、そこをどけ。ネオトライダガーはお前のようなレーサーが叶うマシンじゃない。見逃してやる。随分と軽く見られたもんだね。それとも偉そうなこと言って、本当はそっちが怖いんじゃないのかい。私に負けるのが。俺は誰にも負けるつもりはない。それなら勝負と行こうじゃないか。パパが言ってたお前の実力、私が試してあげるよ。別に私に負けたって恥じる必要はないさ。ファイアースティンガーは最強のマシンなんだから。ファイアースティンガー、パパが作った最強のミニ四駆。波のマシンとは性能が違う。もちろんお前らグランプリマシンともな。そのマシンでこの俺と勝負しようというのか。面白い。そこまで言うなら受けて立ってやる。そう来なくっちゃ面白くないよ。だが勝負を受けた以上、俺はお前が女であっても手を抜くつもりはない。本当に俺に勝ちたければ全力でかかってくることだ。そんなことを言っていられるのも今のうちさ。ファイアースティンガーの実力、身をもって思い知るんだな。勝負だよ。Thank you.
俺の勝ちだ。文句はないな。復讐を果たす前にこんなとこで負けるなんて。パパ、ごめんなさい。お前が誰でなぜこのレースに参加したかを聞くつもりはない。だが本当に目的を果たしたいのであれば、さらに腕を磨くことだ。悪いな、先に行かせてもらうぞ。ビクトリーズの高場寮、パパが言ってただけのことはある。奴の娘か。さすがにいい腕をしていたな。そうか、お前も参加していたのか。ここまで勝ち抜いてきたということは、また随分と腕を上げたようだな。もちろん、世界グランプリが終わってからも俺たくさん練習した。あの頃よりももっともっと速くなったぜ。そうか、それならいいレースが期待できそうだな。ジャミン、今とってもいいリズムで走ってる。今ならリョウ、お前にだって負けないぜ。悪いが、俺のトライダガーも今のところ絶好調なんでな。レースに勝つのは俺だ、ピコ。ここはジャミンの得意なコース。このままリズムに乗って優勝まで行かせてもらうさ。トライダガーも山で鍛えたマシンだ。山岳コースは得意中の得意だぜ。ビクトリーズのみんなにはいろんなことを教えてもらった。特にリョウ、お前には本当に感謝してる。ピコ、ビクトリーズに会わなかったら世界グランプリも最後まで走れなかったかもしれない。最後まで諦めずに走り抜くことを教えてくれたビクトリーズ、俺たちの感謝の気持ちを証明するためにもこの勝負勝つぜ、リョウ。ああ、お前の気持ち受けてやる。勝負だ、ピコ。
さすがリョウ。ジャミンも全力で走った。悔いはないよ。いい勝負だった。やはり世界グランプリの時よりも随分と腕を上げたようだな、ピコ。サンキュー、リョウ。でも俺もまだまだ練習が足りない。もっともっと練習して次は必ず勝ってみせる。挑戦したければいつでも来い。待ってるぞ。お前のマシン、今最高にいいリズム。この調子でいけばきっと優勝できる。頑張れ。ああ、任せておけ。それじゃあピコ、またな。頑張れよ。どうした？俺がここまで残っているのが不思議か？まさか、お前がこんなところで負けてる方が不自然だぜ。そうか。俺もお前と出会わずに優勝したんじゃ後味が悪いと思ってたところだ。ちょうどいい。お前のビートマグナムと俺のネオトライだが、どちらが早いかここらで一度本気で白黒をつけておくか、ゴー。ああ、いいぜ。俺もお前と戦わなかったから優勝できたなんて思われるのも尺に触るしな。せっかくの機会だ。お互いあの頃に戻ったつもりでやろうぜ。あの頃？ああ、お前と俺が初めて出会って勝負した時のことさ。せっかくマシンも俺たちの実力もあの頃より数段パワーアップしてるんだ。だから気持ちもお互いあの頃のようにライバル心抜き出してやった方がレースも楽しめるってもんだぜ。そうだな。もちろん初めから俺もそのつもりだ。よし、そう来なくっちゃ面白くないぜ。お前には言う必要ねえと思うけど、手加減なしだからな。手加減して勝てる相手じゃないことぐらい分かってるさ。それじゃ行くぜ、リョ。真剣勝負だ。おう。
なんとか逃げ切ったな。ちくしょう、俺のマグナムが負けちまうなんて。悪いなゴー、今回は俺の勝ちだ。仕方ね、勝負は勝負だ。悔しいが、お前に負けたんならまだ諦めもつくぜ。俺もお前との勝負でさらに自信がついた。必ず俺が優勝決めてやる。いい勝負だったな。終わったらまたやろう。ああ、約束だ。次は絶対勝つからな。ああ、それじゃあ先に行くぞ。わけのわかんねえレースだ。気をつけていくよ、今日。次はてめえか。カルロ、貴様。なんだ、そんなに驚くこともないだろ。俺がこんなとこで負けるとでも思ってたのか。お前もせっかくここまで来たのに運が悪かったな。ここで俺に負けるか、それとも尻尾を巻いて逃げ出すか。サービスだ。どっちでも好きな方を選ばせてやるよ。バカバカしい選択だ。運が悪かったのはむしろお前の方だ。俺のトライダガーは今最高に調子がいい。お前がどんな汚い手を使おうと、俺がお前に負けることは絶対にありえないぜ。俺が汚い手を使わねえと勝負できねえみたいな言い草だな。ここにはオフィシャルもいない。貴様がアディオダンサーを使うにはもってこいの舞台だと思うがな。ち、相変わらずムカつく野郎だぜ。心配すんな。アディオダンサーを使わねえでも、てめえも他の奴らと同様きっちり仕留めてやるぜ。覚悟しな。お前がここまでどうやって勝ち進んできたかなど聞くつもりはない。だがお前がたとえどんな走りをしようとトライダガーには通用しない。覚えておけ。どうやら俺に駆られる方を選んだらしい。ならグダグダくだらねえこと言ってねえでマシンを構えな。俺は俺の走りで貴様を倒す。勝負だカルロ。そういうセリフを聞くとヘドが出るぜ。ここで消えちまいな。お前とのレースにしては悪くない内容だった。
借りを返したければいつでも来い。受けてやる。先に行かせてもらうぞ。くそ、どうしちまったんだ。俺は。ユーリ、やっと会えたな。リョウ、どうした？僕が相手じゃ不満か？バカな、お前の実力はよくわかっている。お前ならここまで勝ち進んできていても何の不思議もない。むしろ当然と言うべきだ。そうか、そう言ってくれるのはありがたい。僕もお前とはもう一度一対一で戦いたいと思っていた。ああ、俺もだ。世界グランプリでは最後の最後で涙を飲んだが、今回はそうはいかない。グランプリが終わって悔しさをバネに僕たちは猛練習を積んだ。ちょうどいい機会だ。第2回グランプリの前にオメガの真の実力、この大会で証明してみせる。ああ、ここなら俺もお前も仲間のことを気にせず全力でやれるだろう。いい勝負が期待できそうだ。ああ、グランプリ直前のこの大事な時に僕を送り出してくれたチームのみんなのためにも、この大会必ず僕がものにしてみせる。この勝負勝たせてもらうぞ。リョウ、お前なら相手にとって不足はない。来いユリ、勝負だ。ここまで来て、いい勝負だった。さすがだなユーリ、どちらが勝ってもおかしくないレースだった。リョウ、この調子だと次の世界グランプリもまた苦しい戦いになりそうだな。ああ、チームのメンバーも前回とは比べ物にならないぐらい力をつけてきている。
次のグランプリで今回の分とまとめて借りを返してやる。望むところだ。負けるなよ、リョウ。次にお前を倒すのはこの僕だ。いよいよ最後か。奇妙な大会だったが、特に罠もなかったな。次郎丸、待ってろよ。必ず優勝を決めてきてやるからな。決勝進出おめでとう、高場亮君。さて、それでは最後のステージへご案内しよう。黒幕のお出ましか。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ようこそファイナルステージ。挨拶などどうでもいい。さっさと姿を現せ。高場亮。貴様がボルゾイか。さよう。我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加、とても感謝しているぞ。何を企んでいる。まあ、そんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだよ。君たちのおかげで参加マシン全てのデータを取ることができたのだからね。データだと？いかにも。今大会で得た君たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。最強のマシンを創造する我が研究の名。特にここまで残った高場亮、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだ。礼を言うぞ。貴様の話などどうでもいい。レースの相手はどうした。レースの相手。そうだったな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとするか。今大会で最強を誇った君のマシン、ネオトライダーガーを破壊してな。何？最強のマシンはこの世に一台でいい。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。そういうことか。しかしおめでたいやつだ。貴様ごときが本気で俺のマシンを壊せるとでも思っているのか。その元気がどこまで持つか。それでは最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のステージをな。せいぜい今のうちに笑っておけ。We'll be right back.
は意外だったな。そんなマシンでトライダーガーに勝てるとでも思っていたのか。笑わせる。まあよい。こんなものは数ある我が研究の一部にしか過ぎ。だがこれなら次はもう少し本気でやられないか。優勝おめでとう、高場亮君。茶番は終わりだ。さっさと俺たちを解放しろ。そうか。仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。なんだと？参加レーサー諸君、最後のフィナーレ、機会があればまた会おう。待て！まったく、最後までふざけた真似をしてくれる。よっ！おう、みんな！なんかやばい雰囲気でゲス。わたらもさっさと脱出した方がいいでゲス。会場もろとも僕らのマシンを破壊するつもりか。他のみんなも脱出し始めたみたいだ。僕らも急ごう。おい、何やってんだ。早くこっちに来い。りょうくん、早くするでゲス。ああ。
今帰ったぞ。さあ飯にするか。優勝おめでとうございます。それじゃあクリアデータをセーブしますけど、いい？どこにセーブする？それではまたの出場をお待ちしております。どうもお疲れ様でした。